調子に乗る。
まるには早いぞ。まだやれる。撃たれろ。狙うぜ。
ちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意志で来たはずだが、それとも何か？彼女は君の所有物なのか？マネーを使って脅したからだろうが！見解の相違だな。君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。そっちは任せる。さあ行くよ。くれてやる。引っ込んどけ。まだまだ。残念だな、間に合わない。その人がソルジャーか。ああ。違う。思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。集中砲火だ。覚悟しな。力だ。
やんのかよ。待って、この子は大丈夫。何なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。レッドサーティーン、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか。なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる？そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか？さあな。
はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ここ？子供の頃、ここで暮らしたの。寝てた方がいいんじゃない？大丈夫ならいいんだけど。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。
地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。神羅は違う。約束の地、ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代史、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔光が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って、運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、神羅の犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵は神羅カンパニーじゃない。きっかけは神羅だけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道が分からなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花がシルベだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくて、ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ、あっ、今の何、爆発？本気アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。
慌てるでない小娘。見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。何があったんだ。ポットの中の子、みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだよ。溶かすしかない。
ようだな。納得してる場合か。こっちは任せろ。行こう。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。